昨夜下田市で海水浴をしていた20代女性の行方が分からなくなりました昨日午後7時半ごろ下田市の白浜大浜海水浴場で20代の中国籍の女性が友人と海水浴をしていたところ姿が見えなくなったということです友人が近くのコンビニエンスストアに助けを求め店員が110番通報をしました 警察や消防、下田海上保安部が巡視艇やドローンなどを使っておよそ30人体制で捜索に当たっていますが女性は見つかっていないということです。